こんにちは、シネマプロムナードへようこそ。今回は2008年の日本映画「送り人」をご紹介します。この作品は第32回日本アカデミー賞の各賞を総なめにしたほか、第82回キネマ旬報日本映画ベストワン、第81回アカデミー賞外国語映画賞に輝いた名作です。プロのチェロ奏者として東京の管弦楽団に職を得た主人公の小林大吾。しかしある日突然楽団が解散し、夢を諦め妻の美香と共に故郷の山形へ帰ることにする。母が残した実家に移り住み、就職先を探していた大吾は、年齢不問、高級保障、労働時間わずか、旅のお手伝いと書かれた NK エージェントの求人広告を見つける。てっきり旅行代理店の求人と思い込んだ大吾は面接へと向かう。面接した社長は履歴書もろくに見ずに即採用と告げ、早速名刺まで作らせる。大吾はその業務内容が実は旅立ちのお手伝いであり、具体的には納棺と知って困惑するが、強引な社長に押し切られる形で就職することになる。しかし妻には冠婚葬祭関係としか言えず、結婚式場に就職したものと勘違いされてしまう。出社早々納棺の解説 DVD の遺体役をさせられ、散々な目に遭い、さらに最初の現場では死後2週間経過した高齢女性のフラン死体の処理を任される。収入も入り、少しずつ納棺師の仕事に充実感を感じ始めていた大吾だったが、銭湯の息子である幼馴染の山下からもっとマシな仕事に就けと言われ、美香にもそんな汚らわしい仕事はやめてと懇願される。大吾は態度を決めきれず、それに腹を立てた美香は実家に帰ってしまう。さらに事故を起こした若者が遺族に、この人みたいな仕事をして一生償うのかと指さされたのを機に、退職の意を社長に伝えるが、社長の独特の死生観を聞き思いとどまる。場数をこなし、そろそろ一人前になった頃、突然妻の美香が大吾の元に戻ってくる。妊娠を告げられ、再び納棺師を辞めるように迫られた大吾に仕事の電話が入る。それはそれまで大吾が経験したことのない一世一代の仕事となるのだった。個人的な話になりますが、2005年私の父の納棺の際に、葬儀社と一緒に来られた方の手際の良さと礼節ともいえる礼儀正しさに感動した覚えがあります。今思えばあの方たちが納棺師だったのですね。送り人は1993年に桂書房から刊行された納棺風日記が原作となっています。原著によれば、著者の青木新門氏がなぜこの職業を選んだかについて、満州からの引き上げ時に難民収容所で亡くなった妹と弟の死骸を他の多くの死体が積んであるところに捨ててきた記憶が大きかったと述べられています。しかし彼の死生観は日々現実に直面しているだけに具体的で生々しく、例えば美しい死に方とはといった論考でも単に宗教的な観点だけでなく、昨今の終末期医療や葬儀の在り方にまで言及し、現代人の死や生に対する意識にも問題を投げかけています。なお映画で描かれる死に化粧については、小林照子氏の書かれた死にゆく人への化粧にエンゼルケアーとして解説されています。詳しくは説明欄をご覧ください。映画はコメディの要素も多分にあり、十分に楽しめます。解説動画では語り尽くせない豊かなセリフに満ち溢れています。冒頭からラストまで一部の隙もない10年に一度の完璧な脚本だと思います。配役、小林大吾、本木雅弘、その妻美香、広末涼子、 NK エージェント社長佐々木、山崎努、 NK エージェント事務員上村、与紀美子、鶴の湯の老婦人つや子、
吉行和子、鶴之湯の常連客平田、笹野隆、つや子の息子山下、杉本哲太、映画のそこここに挿入される深く心に染み入るようなチェロの音色にもどうぞ癒されてください。今回はこれで終了です。この動画をお気に召していただけた方はグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。